平野翔とガンユータのシンクロ率マックス。INZM ダンスに隠された絆に迫る。平野翔とガンユータの新曲、INZM ダンス練習風景を大公開。この二人のダンスパフォーマンスは、単なる振り付けの再現にとどまらず、見る者に感動と驚きを与えるものであり、まさに芸術作品と言えるでしょう。平野翔とガンユータは、共にナンバーアンダーライン愛のメンバーとして活躍してきた中で、 お互いの動きを熟知しており、それが2人のダンスに反映されています。特に、新曲 INZM におけるダンスでは、そのシンクロ率の高さが圧巻です。観客にとっては、一瞬たりとも目を離せない緊張感と同時に、心地よいリズム感が伝わってくることでしょう。また、このデュエットダンスは、ただ単に技術的に優れているだけではありません。平野翔の柔らかくも力強い動きと、 キシユタの鋭くキレのあるパフォーマンスが絶妙に交錯し、視覚的なコントラストを生み出しています。二人が見せる表情や体の動きからは、彼らがこの楽曲にどれだけ情熱を注いでいるかが伝わってきます。そして、その情熱が視聴者にも伝わり、動画再生回数が急増しているのです。さらに、ファンからのコメントや SNS の反応を見ると、 二人の関係性がこのダンスにどれほど影響を与えているかがわかります。平野翔と岩優太は、ただの仲間というよりも、長年一緒に過ごした兄弟のような関係です。これがダンス中の自然な掛け合いにつながり、視聴者にとっては微笑ましくも魅力的な要素となっています。例えば、ダンス中にお互いに目くばせをしたり、微妙なタイミングで息を合わせたりするシーンは、まさに二人の絆が深いことを物語っています。 また、INZM の振り付けは、二人の個性を引き立てるために設計されており、シンプルながらも複雑な構造を持っています。視覚的には非常にインパクトがあり、同時に感情的な深みを持っているため、何度も繰り返し見たくなる要素が詰まっています。特に、曲のクライマックスでのシンクロダンスは、まるで二人が一つの生き物のように動いているかのようで、見るものを圧倒します。このような瞬間が、 SNS での拡散を促し、多くのファンが動画をシェアするきっかけとなっています。さらに、このデュエットダンスは、ダンスそのものだけでなく、2人のキャラクターや関係性、そしてファンとのつながりを強調するものでもあります。特に、日本のファン文化において、アイドルやアーティストとの距離感が重要視される中で、平野翔と岩優太が見せる親しみやすさや自然体の姿勢は、多くの視聴者にとって大きな魅力となっています。 そのため、彼らの動画は単なるエンターテインメント以上の価値を持ち、視聴者にとって特別な意味を持つものとなっているのです。例えば、あるファンは、この動画を見て、平野翔とガン・太の絆がさらに深まっていることを感じたとコメントしており、他のファンも、彼らのダンスを見て元気をもらったといった感想を寄せています。このように、2人のパフォーマンスは、単に視覚的な楽しさを提供するだけでなく、 感情的な,つながりをも生み出しているのですまた、最近のトレンドとして、YouTube や SNS での拡散力が高まっていることも、この動画の人気に拍車をかけています。ファン同士が動画をシェアし合い、感想を共有することで、さらに多くの人々がこのデュエットダンスに興味を持つようになっています。特に、SNS 上での反応がリアルタイムで見られることから、 動画が公開されるるたびにトレンド入りすることも少なくありませんこのような状況からもわかるように、平野翔とガン・ユータのデュエットダンスは、単なるエンターテインメントを超えて、視聴者に感動を与える力を持っています。そして、その感動がさらに多くの人々に広がり、彼らのファン層を拡大しているのです。彼らのパフォーマンスは、今後も多くの人々に影響を与え続けることでしょう。 平野翔とガンユータという名前を聞くと、多くのファンの心が躍るのは当然です。彼らは、飛べズ事務所のトップアイドルとしての地位を確立し、音楽、ドラマ、バラエティ番組と幅広い分野で活躍しています。しかし、単なるアイドルの枠を超えて、彼らがファンに与える影響は深く、強力です。特に、二人の自然体な友情とユーモア溢れる関係性は、 SNS を通じて多くの人々を魅了し続けています。平野翔と岩優太の魅力を語る上で、彼らの関係性が重要な要素であることは間違いありません。SNS 上で話題となった動画で、2人が新曲に合わせてダンスを披露する姿は、ファンにとってまさに宝物です。そこには、ただのダンス以上のものがあります。平野翔が岩優太にちょっかいを出し、岸優太がそれに対抗する姿は、 まるで兄弟のような関係性を彷彿とさせます。実際、ファンの間では、キシヒラという愛称で親しまれ、その中の良さが注目されています。この愛称が示す通り、彼らの関係性はファンにとって特別なものです。二人のやりとりを見ると、まるで日常の中で遊んでいるかのような自然さがあり、それがファンにとって非常に魅力的です。ヒラノは、普段はクールでかっこいい印象がありますが、 岸優太と一緒にいると、まるでいたずらっ子のように振る舞うことがよくあります。一方で、岸優太はリーダーとしての責任感を持ちながらも、平野翔といるとその一面を忘れ、同じように無邪気にはしゃぐ姿を見せます。このギャップがファンにとってはたまらないポイントとなっています。彼らの関係性がここまでファンの心をつかむ理由の一つは、その自然体で飾らない姿勢にあります。 多くのアイドルがパフォーマンス中に完璧さを求められる中で、彼らはその枠を超えて、リアルで親しみやすい一面を見せることができています。これは、特に SNS や動画配信が普及している現代において、ファンとの距離感を縮める大きな要素となっています。彼らがただのアイドル以上の存在である理由は、ファンにとって、身近に感じられるからです。もちろん、彼らのパフォーマンスはプロフェッショナルそのものであり、 観客をを魅了すする力を持っていますしかし、パフォーマンス以外の場面でも、彼らの人間味あふれる姿勢がファンに愛される要因となっています。特に、バラエティ番組や SNS で見せる二人のやり取りは、まるで子供のように無邪気で、それでいてお互いを信頼し合っている様子が伝わってきます。このような関係性が、彼らをただのアイドルから、アイドル以上の存在へと昇華させているのです。また 彼らが示す兄弟のような関係性は日本のファンだけでなく海外のファンにも大きな影響を与えています。国境を越えて二人のやりとりが多くの人々に共感と笑顔をもたらしているのは SNS 時代ならではの現象かもしれません。実際、SNS 上では彼らの動画が拡散され瞬く間に多くのコメントやリアクションが寄せられます。その中で多く見られるのが 彼らの自然体な姿が癒される2人の関係性が理想的だといった声です。これらの反応は彼らが持つ特別な魅力を再確認させてくれるものです。では、なぜ平野翔とガン・ユータはここまで多くの人々を引きつけるのでしょうか。一つの仮説として考えられるのは彼らが持つバランスの良さです。平野翔はそのルックスやカリスマ性で注目を集める一方、 キシユタはそのリーダーシップとユーモアでファンを魅了します。2人の個性が絶妙に交わることで、相乗効果を生み出しているのです。例えば、平野翔が少しおちゃめな一面を見せたとき、キシユタがその場をうまくまとめる。このようなやり取りが、ファンにとっては非常に魅力的に映るのです。また、彼らの人気の秘密は、ただのアイドルにとどまらない多彩な才能にもあります。音楽だけでなく、 ドラマや映画でも成功を収め、さらにバラエティ番組ではその天然なキャラクターが視聴者を笑顔にさせています。これらの活動を通じて、彼らは見た目だけではない、内面の魅力もファンに伝えることができています。この多面的な魅力が、彼らを長く愛される存在にしているのです。さらに、彼らの魅力を語る上で欠かせないのが、ファンとの距離感です。SNS やファンミーティングを通じて、 彼らはファンとの絆を深めています。特に、SNS での発信は、彼らの日常や裏側を垣間見ることができる貴重な機会です。このような発信を通じて、彼らはファンに対して、自分たちも普通の人間なんだ、というメッセージを伝えているのかもしれません。そして、その普通さがファンにとっては特別であり、魅力的なのです。また、平野翔と岩優太の成功は、 彼ら自身の努力と情熱の賜物です。ジャニーズ事務所での厳しいトレーニングを経て、今の地位を築き上げた彼らは、その過程で多くの困難を乗り越えてきました。しかし、その困難があったからこそ、今の彼らがあり、ファンに対しても深い感謝の気持ちを持っています。この感謝の気持ちが、彼らのパフォーマンスやファンへの対応に表れており、それがさらにファンの心を捉えて離さないのです。まとめると、 平野翔と岩優太という存在は、単なるアイドルに止まらない、多面的な魅力を持ったアーティストです。彼らの自然体な友情、バランスの取れた個性、そしてファンとの距離感が、彼らを特別な存在にしています。今後も彼らの活躍が楽しみであり、さらに多くの人々に愛され続けることでしょう。彼らの未来に期待しながら、これからも彼らの成長を見守っていきたいと思います。このようにして、 平野翔とガン・ユータのダンスパフォーマンスは、彼らのキャリアにおいて重要な位置を占めています。彼らの成長とともに、このようなパフォーマンスはさらに進化し、新たな魅力を見せてくれることでしょう。ファンとしては、今後も彼らの活動を楽しみにしながら、応援し続けたいと思います。今後、YouTube や SNS を通じて、さらに多くの人々に彼らの魅力が伝わっていくことを期待しています。そして、 このデュエットダンスが彼らの新たなステージへとつながる第一歩となることを願っています。